ミカドアゲハは、丁目アゲハ長家に分類される蝶の一つ。日本国内では、千島及び久島以南の当初、九州全域と香川県を除く四国、本州の一部の西日本地域に生息する。国外では、中国南部、インドシナ半島、ミャンマー、インド、フィリピン群島、インドネシアのボルネオ島、スマトラ島、ジャワ島に分布する。青筋アゲハに似るが、 羽を縦に貫く青帯が不連続でまばらであることで区別可能であり、色彩的にも同種の青帯が通常水色よりやや緑がかっているのに対し、本種のそれはかなり薄いことから区別できる。ただし、南西諸島三阿種のそれは青筋上げ派に近い色調になるので若干注意が必要となる。一方で薬島三阿種は青みが全く抜けてクリーム色に近い。 なお大きさも同種よりも少し大きいため、少し慣れれば飛翔中であっても判別できる。興奮が短く屈折点が現れない点は同種と共通で、日本産鳥類ではこの二種だけの特徴である。分布が局所的で変異種が多く国外産も含めると全部で14亜種に分けられる。特によく言われるのは赤半型と黄半型である。この二種も住み分けており、 微妙に生息域が異なる。四国の太平洋岩のようにこれらが混成している地域もある。幼虫の植草は小形間の木、サナギで越冬する。成虫は初夏から初秋まで見られる。高知市内の3カ所の本種生息地が高知市の三角揚げ葉及びその生息地として国の特別天然記念物に指定されているため、高知市内では原則本種の採集はできない。 なお、昆虫の天然記念物で特別指定を受けているのは、こことしが県ん米原市の長岡の源氏ボタル及びその、発生地の2カ所だけで、町目としては唯一となる。であるが、これは指定された当時、本種の生態や分布がよくわかっておらず、同地が分布の北限と考えられたからであり、その後各地で発見が、相次いで同地が北限でないことがわかった現在。 この天然記念物指定は意味をなしていないとの声もある。本種のアミオは当初命名された学名パピリオ・ミカドに由来するが、この学名の命名由来については小説ささやかれており、どれが正しいかは定かではない。1994年4月25日発売の15円普通切手の衣装になった。1991年のレッドデータブックでは、ミカドアゲハホンドアシュ、 プロフィアム・ドソン・アルビダムが希少種として記載されていたが、2000年版、2007年版では記載がない。ありがとうございます。